はい、ともるぎです。本日は、普通にスプラトゥーンをしようと思ったんですけども、相手チームにファイヤーさんがいて、ちょっと意地悪な気持ちがちょっと出てしまったので、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、ちょこちょこいろんなドッキリを仕掛けているんですけども、今回は、ファイヤーの味方が一人ずついなくなってしまったら、どんな反応、そして試合は成立するのかっていう、すごい、ホラー映画みたいなドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい。時間ごとに、30分ごとに、一人ずつ、回線を押していくので、皆さん、ファイヤーさんの、青ざめたカーブを見ましょう。はい、よろしくお願いします。ガチアサリではなく、まあ、ちょっとしたドッキリをね、仕掛けていきたいと思います。今回は、中人っぽい見た目した、いかついお兄さんが、いかついお兄さんがターゲットです。今回はってか、今回はもうだね。ちょっとアサリをね、一応やってる風で、4分だったら相手1人解散落ちるんですよ。それまでは、ちょっと普通にスプラトンやってる感じを出して、オッケー。できるだけ、相手は倒さないでおこう。まあ、倒しちゃったらドンマイだな。さあ、一人落ちる、どうなるんだろう。落ちた。相手チーム一人落ちましたね。さあ、この状態でも一応続けてますね。以上。まあ、一人だったらね、まだ結構あることなので、ありがちじゃないですか。で、もう一回入れに行こう。もう、やばい。もう一回俺はアサリを入れに行く。危ない、ああ落ちるんじゃないですか ?3 分30秒で30秒ごとにね。落ちた。2個目のアサリを一応抑えてはいるけど。はい。味方にアサリあったいよ。行ってこい、入れに行くんだ。行くんだ、相手2人だぞ。あ、すごい !2 人でも止めてる。何さあ、残り3分。もう一人落ちるぞ、これ。さあ、もう一人落ちるぞ。どうなる?来るか。ありがとう。あれ?なんか、どうなってんだこれ。落ちずになんか止まってる。あ、止まった。消えた。相手チームで消えた。よし。一人で入れに行こう。戦うのか?これ飛べるのか?アサリを飛べるのか?相手は。もうでも諦めてない、ちょっと。ちょっと諦めてるぞ。見て、あそこでずっと待ってる。見て。もう動こうとしないんだけど。もうドッキリのターゲット動こうとしない、僕ずっと防衛しようとしてる。なんか止まっちゃった、仲間いなくなって。止まっちゃった。あ、いつものポジション立ってる。ほら、いつものポジション立って守ろうとしてる。もう困って止まっちゃってるよ。ほら。諦めた、試合を。はい、お疲れ様です。ちょっとドッキリの報告を、本人にしていきたいと思います。おかしなとこがないか、今ちょっと聞いてもらったんですけど、おかしなとこありましたと。何がおかしかったか聞いてみて。みんな消えていきました。また。また消えた。ドロンって消える。ドロンって消えた。また一人ぼっちにされちゃった。